はい、ルルカです。今回はね、ポポ2.0終了に関してお話していこうかなと思います。まあね、ポポ2.0終了っていうと、まポポのサービス自体がね、終了してしまうかのようなんですけど、まあ正確に言うとね、ポポ2.0が終了するっていうよりも、ポポ2.0がポポ3.0にアップデートされるってお話になっています。もともとね、ポポに関してはポポ1.0から始まって2.0になったので、いずれポポ3.0になってもおかしくないかなって思ってる方は多かったんじゃないかなと思うんですけど、そのね、ポポ3.0になるっていうタイミングが近々来ているようで、KDDI のサミット2024ってものが行われたんだけど、その中で、 このね、ほぼ3 0に関しての話をするよっていう内容が出てきたので、その際にルルカとしては、大胆予想のをしました。ほぼ3 0にアップデートされた暁には、なんと基本料金無料終了するんじゃないか。まあ、そのね、お話を前回の動画でさせていただきました。ここから簡単にお話しさせてもらうと、楽天モバイルってものがあります。皆さん知っていますかルルカがね、推しているキャリアさんになっているんですけど、楽天モバイル、今でこそ基本料金かかるんですけれど、以前は基本料金無料でした。楽天モバイルに関しては、最初、あまり使わない人は無料でいいじゃん。それなりにね、使う人、まあ、20GB までの人だったら、 2000円くらいいださいとそれ以上使使使う人に関しててはいいいくららっても3000円ぐらいで使えますよみたいな、まあ、その当時としてはバグってる。というかね、今でもバグってる料金プランを出してきたのが楽天モバイルなんですよね。まあ、ただ、今よりバグってた部分っていうのが、まあ、基本料金無料っていうところだったわけなんですけど、なんと、ポボに関してはここに対抗してきました。もともとね、ポボに関しては他のキャリアさん、アハモだったりライン o と似たような感じで、まあ、20ギガ使うことができて、オンライン専用のサポートにはなるんですけれど、かなり安価で利用することができるプランってものを出してきていて、まあ、それがね、ポ o 1 0ってものだったわけなんですけど、そっ から、楽天対抗と言って間違いないと思うんですけど、ほぼ2.0にアップデートさせました。ほぼ2.0にアップデートしたことによって、なんと、その当時の楽天モバイル同様に、基本料金を無料にしてきました。そのね、基本料金無料のところにトッピングっていうものを使っていって、使った分だけお金かかりますよ、みたいな。まあ、正確に言うとね、半年に一回は課金しなきゃいけなかったりとかするんだけど、まあ、基本的には無料で使えますよっていうのがほぼ2.0でした。まあ、それこそね、楽天モバイルに関しては、当時はかなり回線が弱々でした。まあ、今でもね、まだ楽天回線ダメダメっていう人もいると思うんだけど、ぶっちゃけこの当時から比べたらめちゃくちゃいい それこそこの当時ってまだ楽天モバイルに関してはガチでね無料で使えるタイミングの方いたと思うんですけど無料が終了したからってやめた人からすると今入ると恐ろしいぐらい楽天モバイル快適に使えるんじゃないかなと思うんだけどまあ p 2 0に関しては回線品質は KDDI のままに使うことができるってことだったのでまあその辺比べちゃうとねやっぱ楽天モバイルより一歩リードしてるって感じで化け物新料金プランとして出てきたのがまあ p o 2 0でしたまあその割にはねそこまで話題にはならなかったんですけれどとりあえず出てきたのがポポ2 0ですなんですけれど楽天モバイルが早々に基本料金無料を終了させました かなり大口叩いてたんですよね。楽天モバイル。全然使わない人からお金取んなくてもいいじゃんみたいなこと言ってて、まあルルカ的にはミキタニさんかっけーとか思ってたんですけど、突如ね、まあずっと無料で使われても困るなみたいなこと言い出して、まあそこでね、大援助したわけなんですけれど、気づいたらね、楽天モバイルの基本料金無料は終了してしまいました。もうね、終了してから早ね、2年ぐらい経っています。結構ね、時間が経っているんですけれど、ポボ2.0に関しては、未だにこの、ね、楽天モバイルの基本料金無料とね、対抗して出したポボ2.0で、基本料金無料を貫いています。まあただね、ルルカ的にはポボ2.0 基本料金無料ね、やめたいとずっと思っていると思います。やっぱね、基本料金なしって厳しいと思うんですよね。しかもね、トッピングがね、結構優れてるんですよね。なので、そのトッピング自体でも、ボルことができない。かなり良心的な金額で、基本料金なしでやってるので、かなり厳しいからやめたいんじゃないかなと思うんですよね。ただ、楽天モバイルの大援助だったりとか、まあそもそもね、ポボ2.0のコンセプトですね、も含めて、なかなかね、このね、基本料金無料っていうのがやめれなかったんじゃないかなと思います。まあなんですけどね、もともとポボ1.0があったものが、2.0で基本料金無料になった。じゃ、3.0になった時に、 でモバイルがすでに基本料料金無料やめてるんだったたら基本料料金無料やめるんじゃなないいかみたいなっていうところで、まあ、ルルカはお話のをさせてもらいました。ここはね、あくまでねルルカの妄想だったんだけど、まあ、妄想に関してのお話を前回の動画でさせてもらったわけなんですけれど、時は過ぎて、もうね、k d d i サミット2024が終了しました。なので、まあ、今回のね、POVO2.0 から3.0のアップデートの話っていうのが終わっています。今回改めて、まあ、ルルカのね妄想どうだったのかっていう答え合わせのをやっていこうかなと思います。結構ね、前回の動画にコメントの方もいただきました。まあ、ルルカの妄想に関してどう思いますか皆さんの意見も聞かせてくださいねって話をしたので、答え せもしなきゃなと思ってたんだけど、なんかね。分かりにくい話というかまどろっこしい話が結構ありました。なので、今回ね。ルルカが気になる部分というか要点ですね。っていうのをまとめてお話させてもらおうかなと思います。ただ、ルルカはかなり無知です。なので、要点まとめてるかのように見せておいて、話してる内容がめちゃくちゃ関係ない場合もあったりすると思うんですけど、その辺に関してまあ、間違ってるところも含めてね。よかったらコメントで突っ込んでください。ルルカも馬力があって正確じゃない情報をね。流してるわけではないので、間違ってる部分とかあったら言っていただきたいんだけど、まあとりあえずね。kdi サミット2024の中で出てきた。ほぼ3.0。どんなものになるかって。 面倒な部分をね省いてお話していこうかなと思いますということで一番皆さんが気になるところから話していこうかなと思うんですけどほぼ3.0気温料無料終了のお話は出ませんでしたまあ、ル努ル力的にはこの気温料金ね無料の部分に関しても触れてくるのかなと思ったんですけどこの辺がね終了するって話は一切出てきませんでした、まあ、正確に言うとね一切ではないかななんかねフォの特色っていうのが気温、まあ、料金無料って部分があるって話をしていたので気温、まあ、料金無料っていうところのね話は出てきたんですけれど少なくても終了に関しての話は一切出てきませんでしたなのでとりあえず 現時点ですね。出ている情報としては、まあ、ほぼ3.0にアップデートされることは間違いないんじゃないかなと思うんですけど、そのタイミングで基本料金無料が終了するということは出てきていません。ただしなんですけど、あくまでね。今回の kdi のサミット内で出てこなかっただけで、今後ね。ほぼ3.0の基本料金がね。ずっと無料化っていうところに関しては未だ。まだ答えは出ているわけではないんだけど、とりあえず今回のね。現時点の内容としては無料がね。終了するってものは出てきませんでした。これ良かったですね。ルルカもね。妄想としてお話のをさせてもらいました。まあ、こういう経緯があるから、基本料金無料終了するんじゃないかって話。話まあ、この辺はね。ルル。 の部分ででではああるるんすすけれどどまあ、今後どうなるかってとこですねじゃあ、ポボ3.0。今回の話でね、何がね、ポボ2.0から変わるんだってところなんですけど、ぶっちゃけね、あんまり変わんないんじゃないかなと思うんですけど、大きい点としては、これをね、強く出していこうと思ってるらしいんだけど、他アプリにサービス提供、ここにね、力を入れていくって話みたいなんですけど、どういうことかというと、すでにね、もうこれ、ポボ2.0でも行われているものなんだけど、まずね、ポボ2.0の公式サイトなんだけど、ポぼってコラボトッピングってのを定期的にやってます。で、ここに関しては、例えばね、今行われているんだと、ローソンのやつで、ローソンお買い物券500 100 500円円ととデータががセットででで購入することができるこき要はね、データを実質無料で購入することができますよみたいなのだったりとか、山小屋 Wi-Fi チケットとのコラボで、まあ、データとセットでね、1580円でゲットすることができるという感じで、まあ、一般的なねコラボっていうものもやっていて、まあ、プラスアルファでね、コンテンツトッピングってものもやっています。現在はね、d a z n だけになっているんだけど、以前はね、他にもあったんですよね。他にもあったんだけど、そちらサービスの方が終了してしまって、現時点ではこの、ね、DAZON のみコンテンツトッピングというのを提供しているんだけど、この辺の強化が入るみたいです。どういうことかというと、ダゾンって皆さん、 そそもそも知ってますかなんかねスポーツをサブスクで見ることができるサービスなんだけど、まあ、ルルク入ってないんでね詳細わかんないんだけどとりあえずねいろんなスポーツをダゾ z に入っていれば楽しむことができるまあそういうねサブスクサービスになってるわけなんですけどあくまでダゾ z を見る権利はねゲットすることができるんだけどネット回線がないとそのねダゾ z の中身って見ることできないんですよね。な、ま、ん、あ、でもそうだと思うんだけど基本的に今あるサブスクサービスって見ることができるよっていう権利は買うことができるんだけどプラスアルファまあ、家であれば固定回線だったりとか、まあ、w i f i だったりとかあとモバイルのね回線とか、まあ、そういうものがあって初めてそのサービスを利用することができる。 がでできるんですよなので、まあ、ダゾン入っていてスポーツを楽しんでる方だと多分固定回線に入ってるだったりとか大容量プラン、まあ、ルルカがおすすめなのは楽天モバイルとかで使い放題だからどこでも使うことができるいつでもスポーツ観戦ができるみたいな感じで使っている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、中には固定回線がないし契約してる回線に関してもそんなに大容量に入っていないまあだからそのサブスクサービス入ったところで見れないよねと思っている人いると思うんですけれどこのねポポさんが出しているコンテンツトッピングに関しては自分がね見たいタイミング、まあ、自分が、ね、気になるスポーツの観戦したい時に7日間だけ入ってその間 ににパケットとかをね気にすることととななななく見るるここがでできるかかり、ね、親和性高いいサービスじゃないかなと思うんですけどこの、ね、サービス、現状ではね、画像しかない状態になっています。なんですけど、今後ね、ほぼ3 0にアップデートしていく中で、簡単にね、導入することができるみたいなサービスを始めていくみたいです。もうすでに、まあ、このサービスが提供される予定なものが発表されていて、ですでに決まっているのがこちらですね、ABEMA ですね。有名なね、サブスクサービスだと思うんですけれど、まあ、基本的にね、無料でも見ることができて、ニュースだったりとか、まあ、ドラマだったりとか、バラエティーだったりとか、まあ、いろんなものをね、見ることができるんだけど、これとのコラボも動いてるみたいです。まあ、正確に言うとね、 ラボというかはかわらないんですけどとりあえず、先ほどね、ダゾンみたいな感じで ABEMA も利用することができる。ABEMA に関しても見たいんだったら、パケットを結構使うと思います。やっぱ動画なんでね。なので、まあ、ABEMA に関しても、家にいるときのね、まあ、固定回線があるときとか、Wi-Fi があるときしか見えないと思ってる人いると思うんですけど、まあ、そういう人に関しても、今回このサービスが導入されることによって、どこでも見ることができる。まあ、さらにね、通常のサブスクっていうのに関しても、親和性は高いと思うんですけど、さらにルルカ的には、ポポとね、相性がいいんじゃないかなと思うのが、ペーパービューですね。ペーパービュー、皆さん知っていますかまあ、サブスクっていうのは、一回払ってしまえば、そこが提供 利用するサービスをね。全て見ることができるってものになってるんだけど、プラスアルファでサブスクでは見ることができません。よってものがあるんですよ。まあ、例えばなんですけど、まあ、リアルタイムでの格闘技の大会だったりとかライブだったりとか。まあそういうのに関してはサブスクの料金には入っていないので、別途買ってくださいね。買ってもらうと、それがリアルタイムで見ることができます。よっていうサービス。まあ、プラスアルファ1週間ぐらいはね。追加で見ることができます。よってまついてきたりとかするんだけど、まあそんなサービスを提供しています。まあ、なんですけど、サブスクに入ってる方だったらある程度ね。自分がどれくらい見るかっていうのを判断していて、まあ、家に固定回線を引くだっ。 まあ、家に固定回線がないのであれば、まあ、モバイル系のね、大容量プランだったりとか、先ほど言った楽天モバイルの使い放題に入るとか、そういうので、パケットの容量対策をすると思います。まあ、ただし、ペーパービューとかに関しては、それこそたまに自分が見たいコンテンツっていうのを買ってみる人が多いんじゃないかなと思います。この大会だけはどうしても見たい、このライブだけはどうしても見たいって、そういう人に関しては、普段その動画を見るとかっていうのは決まっていないので、低容量のね、あまり使わないものに入っていたりとか、家に固定回線引いてない方もいると思います。まあ、なんだけど、ライブとかに関しては、それこそ数時間とかもあると思うんですよね。で数時間のライブとかだと、まあ、一時間。 ギギガガだったり2、GB、使うとする今まではペーパービュー i ねそういうねパケットの問題とかでも購入できなかった人っていると思うんですけどま o、あ、ポボがねこういうのを簡単に導入することができるシ組みムっていうのを提供するようになったらこのペーパービューとか買う時にパケットを気にすることなく見ることができるそんなねサービスの提供もできるんじゃないかなと思うので、まあ、かなりね今の時代と合ってるサービスになってくるんじゃないかなと思いますで最終的な結果発表なんですけど、まあ、まだねポ o 3 0にはなっていないんですけど現時点ではどうやらポポ3 0にアップデートされた際に関しても基本料無料は継続される っぽいです現時点ですね。まああくまでね、現時点なので、まあ、ここからね、突如、ポ o 2 0から3.0に上げるタイミングで、やっぱ基本料金無料やめるわ、だったりとか、まあ今のところね、6ヶ月に1回課金すればいいんですけど、まあその辺がね、まあ、2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回は課金してくれとか、まあそういうね、新しいシステムっていうのが導入されるかもしれないんだけど、現在ね、発表されている内容的には、基本料金に関しては無料が継続されるっぽいです。で、プラスアルファね、先ほど言った通り、大きな変更点としては、他アプリにね、サービス提供するっていうところで、ルルカ的にはその部分も期待かなと思ってます。そんな感じで、ね、今回ね、まあ、k リア サミット2024 3.0でで、まあ、ポボに関してての話が出ききたたた、まあ、軽くね答え合わせのをさせさいただきましたもちろんね、今回話した内容の中にも間違ってる点もあると思いますし、ルルカが気にしなかったところで、ここかなり注目だよっていう点もあったかもしれませんので、よかったらね、その辺に関しては、ルルカの言った内容の訂正も含めてねコメントで教えていただけたらなと思います。まあ、ルルカの妄想、今のところは外れているんですけど、まだね、完全には外れていません。まあ、ポポ3 0が出た際に、ルルカの妄想がね本当に外れたのかわかるんじゃないかなと思うので、皆さんのね妄想も含めたポポ3 0に関しても、良かったね、 コメントで聞かせていただけたらなと思います。今後も、まあ、ポぼ関係はもちろんなんですけど、楽天関係だったりとか、他のキャリアのお話とか、まあ、いろいろとね、動画にしていきますんで、よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントのよろしくお願いいたします。